先生どうぞ。あ、すいません、はい、あのちょっとあの木の椅子の、はい、足の部分がちょっと取れちゃって、はい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 、はい、くっつける接着剤とかされてきたボンドみたいなのってなんかどこにあるとかわかります？あー、ちょっとわからないです。あ、わかんないです。すいません、それ接着剤系ってどこにある、はいはいはい、どこにあるとかわかりますかね？いや、わかんないんですよ。すごく僕もどこら辺なのかなっていうのを今言われて、確かにどこら辺なんだろうっていう同じ気持ちです。わからないですね。同じ気持ちです。あ、接着剤系とかって、はいはいはい、この店にはありますよね？いや、わかんないですよ。え、一緒ですよ、気持ちは。わからない、知りたいじゃないですか。僕も今知りたいなと思ってきて、同じですね。わかんないんですよ。すいません。あ、ちょっとなんかそういう系に、はい、詳しい人とか、はい、なんかいますかね？え、わかんないな。わからないですね。一緒です。あ、全く一緒です。あ、お兄さんはいいんですけど、あの、はいはいはい、あのなんか、はい、他の従業員の方とかって今あの呼べたり、そういう詳しい人いたり、どうなんですかね。どうですか。どう思います？わ、一緒ですよ、気持ち。わかんないですよ。え、どう思われます？いや、あの、その、なんか、はい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 、はい、インカムで言わないですかね、はい、インカム。いや、ちょっと使い方がいまいち良かったなくて。わ、呼んでこい。あ、呼んでこい。わかんない。おい、一緒ですよ。いやいや、なんか呼んでこいや。なんか一緒です。わかんないやつ、呼んでこいや。あの、僕も今言われて、うん、わかんねえなって思われてるじゃないですか、うん、僕も一緒ですよ。一緒じゃおかしいんだよ、お前。店のもんだろ。なんでお前と一緒だ。一緒なのがおかしいだろ。全く一緒。お前の方が上であるよ、詳しくあるよ。だから呼んでこいや。いや、ちょっとみんな忙しいんで、あんまり他の先輩たちちょっと可愛がってもらってるとかもあって、あんま手を煩わせれねえなっていう感情が勝っちゃってます。仕事だよこれ。もう呼んでこいよ。本当は、おい、え、どこに、あそこら辺どうです？は、え、ぽくないですか、あそこら辺。あそこら辺わかんない。でも違うかな。行けよおい。一番わからない。行けよお前が。見てこいよ。え、どう思います？何、俺に行かすの？はい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 、は、俺に行かすの？どうでしょう。お前が行けよ先に。でもあります。は、他に、いやー、でも僕解決策がわからないな。じゃ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 、お前、お前もういいよ。どうなるんでしょう。他の人は、他の店でどうされてます？僕ここ以外で働いたことないからわかんないんですけど、どうでしょう。わかってるわ、他の店だったらどこにあるって。おい、はい、他の人いないの今日？いや、いますよ、います。ちょっと呼んできて。たくさんとかいますよ。は、たくさんいます。なんかその人呼んできて。だから今ちょっと今忙しい。インカムで呼べよ。何のために来てるの今？すいません。このいいわ、この店。なんか他のホームセンター、はい、この辺なんかホームセンターある？ですね、そこの信号あるじゃないですか、うん、それ500メートルくらいまっすぐ行って、うん、右折してください、うん、で、ちょっとくるねって道になってるんですけど、うん、もう左折せずにまっすぐ行ったら、うん、あの、うどん屋さんあるんで、うどん屋ここに行って200メートル先ぐらい、それ